何？どういうわけか最初に目覚めた時からお兄ちゃんに向かって必死にメッセージを送り続けてるんだけど、近くに能力者がいれば共鳴作用を起こして力が増幅されるんだけど、ここではそれも期待できないしね。あ、でも私よりも能力の強い人がそばにいると力はその人に吸収されちゃったりもするんだ。だからって思ったけど、そんなわけないよね。それはそこまではさすがに言えないよ。だってアリスに怒られちゃうし。でもそれが分かれば苦労はしないって。判明してるのは
近々行われるってこと。そうだね。来週のことかもしれないし、来月のことかもしれないし、来年のことかもしれないし、もしかしたら過去のことかも。だってそう考えたら辻褄が合うじゃん。この減圧室のことも、新聞記事のことも、それから三人がコールドスリープにかけられてたって記録のことも。嘘をついてるのかも。 K の記憶喪失が本当だとしたら5人ってことになるね。あと。でしょ？ 4 人が嘘をついた目的知らないよ、そんな。愚民どもを浄化するためだって聞いたこと。あ、ちょっと待って。愚民。うるさい！黙ってて。何か思い出しそうなの。愚民。ステロ愚民。もう忘れちゃったの？これのことだよ。そう。だからそれを思い出したんだよ。お兄ちゃんから聞いたことがあるの。ステログミンはコリンエステラーゼ阻害薬、つまり筋弛緩薬、ハイメトリンの解毒剤になるんだって。これ以上分かりやすくしようがないでしょうが。ああもう、うわ、それじゃあもう一、この注射銃に装填されてる薬、ステログミンは筋弛緩薬、ハイメトリンの解毒剤になるの。理解した？そう、ペナルティを課せられた人に注射される2番目の薬。死ななくても助かるんだよ。ただし、そうなる一番有効なのは Q の扉に潜り込むことだよ。誰かが目標値に達した時に Q の扉を開くでしょう。その時にこの薬を持っていれば、自分の BP が Q に満たなかったとしても、とにかくこのことをアリスに伝えてくる。Thank you.
Thank you.